妊娠糖尿病の診断は血液検査で行います。妊娠初期に糖代謝異常と診断されなかった人は、妊娠中期24から28週の頃に随時血糖検査、または 50g ブドウ糖負荷試験のいずれかのスクリーニング検査を行い、基準値以上となった場合に精密検査へ進みます。クラチューチャンネル、こんにちは。倉敷中央病院産婦人科の清川光です。妊娠糖尿病は約8人に1人の妊婦さんがなると言われており、誰にでもその可能性があります。この動画では妊娠糖尿病の検査と診断についてお話しします。妊娠中、特に妊娠後半は血糖値が高くなりやすく、一定の基準を超えると妊娠糖尿病と診断されます。妊娠糖尿病の診断は血液検査で行います。妊娠初期に糖代謝異常と診断されなかった人は、妊娠中期24から28週の頃に随時血糖検査、または 50g ブドウ糖負荷試験のいずれかのスクリーニング検査を行い、基準値以上となった場合に精密検査へ進みます。1. 随時血糖検査。通常の血糖検査です。食後2から4時間程度で血糖値を測定します。血糖値が 100mg パーデシリットル以上で陽性として、 75g ブドウ糖負荷試験に進みます。 2. 50g ブドウ糖負荷試験。 50g のブドウ糖の入ったサイダーを飲んで1時間後の血糖値を測定します。血糖値が 140mg パーデシリットル以上で陽性として、 75g ブドウ糖負荷試験に進みます。 3. 75g ブドウ糖負荷試験。10時間以上の絶食の後に 75g のブドウ糖の入ったサイダーを飲んで2時間かけて検査をします。体糖能、つまり血糖値を正常に保つ能力を調べる検査であり、妊娠糖尿病の診断をすることができます。前日の晩ご飯を食べた後、朝食抜きで10時間以上の絶食状態で受診していただき、ブドウ糖 75g のサイダーを飲む前、飲んでから1時間後、2時間後の計3回血糖値を測ります。空腹時が 92mg パーデシリットル以上、1時間値が 180mg パーデシリットル以上、2時間値が 153mg パーデシリットル以上、これら3つのうち1つ以上当てはまる場合に妊娠糖尿病と診断します。検査結果は当日もしくは次回の妊婦検診でお伝えします。もし妊娠糖尿病と診断されても、しっかりと治療を受ければお母さんや赤ちゃんに大きなトラブルが起きることはありません。不安になりすぎないようお声掛けします。クラチューチャンネル、最後までご視聴くださりありがとうございました。次の動画では妊娠糖尿病の治療についてお話します。次回もぜひご視聴ください。